はい、それではこちらの文献について稲岡が紹介いたします。最初にアブストラクトです。まあ、この文献、この研究っていうのはその機械翻訳に関する研究で、まあ、ブルーじゃないですね、まあ、よりその性能を高めようとした時にその、まあ、どうするかっていう話でして、まあ、近年の研究だったら何て言うんですかね、普通に学習 の, そのロスを下げるだけじゃなくて、そのブルーっていうのをこう明示的にその最大化させるようなこう学習っていうのを行うっていうのことを行ってやっています。でなんでまあそのあれですね、単純にそのまあ、ロスを下げるだけじゃなくて、その明示的にその、まあ、ブルーってまあ普通、まあ、本来だったら評価に使われるような尺度なんですけど、まあ、それを最大化させるような学習を行うということですね。なんですけど、まあ、そのブルーっていうのはまあその、まあ、評価においてもそうなんですけど、そのこういう学習において使うときにもまあ問題がありまして、そのブルーっていうのはその、まあ、N グラムの一致でこうかかってるだけなんで、その部分点っていうのがこうないようなまあ計算方法で、まあ、かつそのまあ、意味を見てるわけじゃなくて、それこそまあさっき言ったようにその N グラムの一致を見てるんで、その意味的にこう合ってる一致してるかどうかっていうのは特に考慮していないんで、こう意味は合ってるけど、なんかこうその表現っていうか、その N グラムが違えばこうそれがペナルティになるみたいないうようなことがこう問題となります。で、この研究ではその NMT をのシステムをこう最適化するときに、まあ、これまでブルー使ってたのをそのまたこう新しい報酬関数っていうのを提案しています。で、まあ、これによってその NMT のまあ性能がまあ向上する、まあ、具体的にはそのブルーが向上したり、こう意味的率が上がって、また人で評価もこう上がるっていうような結果になっています。で、次にインストラクションです。NMTで、まあ、まあ先ほども言ったんですけど、 NMT でそのロスを下げ、学習するときにロスを下げるだけじゃなくて、その自動評価で使われるような指標っていうのをこう最大化させるような学習を行うっていうのが一般的となっています。まあ、さっき言ったようなブルーだったり、あとメテオもこうそういうのに使われることがあります。で、まあその学習させるときにその基準とするのに、そのブルーを使うのにはこう問題があって、まあ、これもさっき言ったんですけど、こう、まあ、意味が似てても単語が違ったらダメだし、そのまあ部分点がないで、こう一気にこうガンなんか何か間違えたら一気にガンって下がっちゃう、その間みたいなのがないっていうのがあって、その特に学習においてはその、まあ、そのより高めていくときにこう当てずっぽうじゃなくて、こうなんかより高くなりそうなところをこう探さないといけないんですけど、そういう一気にガンって下がったりガンって上がったりするんで、そういうのが学習においてこう不利、まあ、山登りって表現してるんですけど、そういうのがこう難しくなってしまう、できなくなってしまうっていうような問題があります。で、今回、この研究で提案されている手法っていうのが、その意味的類似性っていうのをその NMT の報酬として与える、こうシミールですかね、わかんないですけど、を導入しています。で、まあ、これによってその意味的類似性、そうですね、ブルーが考慮できていなかった意味的類似性だったりとか、あとこう部分点がないみたいな問題にこう対応しています。で、まあ、この結果からなんですけど、そのよりその文においてそのより重要な意味を持っているような単語っていうのがより正確に翻訳できるようになるっていうふうに述べられていました。まあ、ブルーはだとそのなんか全ての単語をこう平等に扱って N グラムでこう評価しているんですけど、まあ、この場合だとこう意味的類似性っていうのを導入しているんで、より重要な単語っていうのがこう、まあ、考慮されるっていうようなことですね。で、この研究、この、まあ、評価手法で、意味的類似性っていうのがこう出てくるんですけど、まあ、それを扱うためにはその何らかの方法でこの文の意味類似度っていうのをこう出す必要があります。で、まあ、この研究はその意味類似度を、まあまあ、使うんですけど、まあ、それ、まあ、どうやって出すかっていうのが今回はその、まあその意味類似度の研究でこう、まあ、その研究の成果であるそのパラ NMT50 メガっていうのをこう使います。これはその、まあ、英語 の, その言い換えペアのデータセットで、そのまあ逆翻訳を使ってこう英語のこう言い換えデータセットを作ったっていうような研究で、まあ、その研究の中でもその、その言い換えのモデルを使ってその文の分散表現みたいなことを獲得するみたいな研究っていうのもこう含まれるような研究ですね。でここで、まあ、研究の世界であるその文の分散表現を使ってその文の意味類似性、意味的類似性っていうのを計算して、この研究では計算しています。
で、その意味類似性のモデルなんですけど、まあ、そのベースはまあその過去の研究であるパラ、NMT50M にあるような方法と同じです。で、要するにそのあれですね、言い換えモデルを学習して、まあ、そこで得られるサブアドユニットのエンベディングっていうのを、平均する。でそれを、まあ、文埋め込みとして扱うみたいなことをやってます。 でその、まあ、文から、まあ、文埋め込みが得られて、まあ、その文の類似度っていうのはその文埋め込みのコサイン類似度で計算してますと、まあ、今後この、まあ、これのことを、まあ、こう SIM、まあ、SIM っていうふうに呼ぶことにします。で、今回、この研究ではその SIM を相撲は使うんではなくて、こうレングスペナルティっていうのをこう導入しています。まあ、先ほどのまあ説明だった方法ですと、こう長い文においてこう SIM が特に下がるっていうことがないっていうことがこう指摘が述べられていて、まあ、それなのでその長い文においてそのペナルティを与える必要があるっていうようなことがあるため、そのレングスペナルティというのを導入しています。まあ、これはそのまあブルーでブレビティペナルティっていう、こう短い文に対してこうなんかペナルティを加えるのと、まあ逆の考えというか、まあそのまあブルーの場合はこう短い時にペナルティを加えるんですけど、今回はそのまあ長い文にペナルティを与える必要があるんじゃないかっていうふうな指摘をしています。で、まあ下に2つ式があって、まあ上はそのまあブルーで使われているペナルティで、こう短くなるとこうよりペナルティが加わるっていうものです。で下の方はその、まあ、長くなるときにペナルティは加わるんですけど、まあ、こう単純にそれを R と H 運動式の R と H 入れ替えちゃうと逆にこう結構短い文が出てきてしまうっていうことがこうだったらしいので、その今回はその長さがその短いとか長いじゃなくて、そのリファレンスとこう異なるときにこうペナルティが加わるような式になっています。で今回、まあ、先ほどの説明したその SIM っていうのと、そのさっきのペナルティっていうのを使って、今回の提案書の、尺度を定義しています。で、まあ、ただその、ペナルティと、まあ、SIM の両方の値が出てくるんで、まあ、それをまあかけてそのアルファでこうあれですね、そのペナルティのまあ重さを調整しているって感じで、今回はこの式でのアルファは 0.25 にして、まあ、あんまりそのペナルティの影響っていうのは大きくないようにすると、こう、まあ、その改善するっていうふうに述べていました。で、まあ、その、実際に翻訳の、まあ、その評価っていうか実験を行う前にこう事前にこう実験をしていて、最初に説明した SIM と、あと、まあ、そのペナルティも考慮したその、シミルですかねっていうのと、あと、まあ、これはさっきの、パラ NMT50 メガですねの、まあ、論文での値と、あと、まあ、これ下はブルーメテオっていう、まあ、翻訳の評価で使われるもので、まあ、下の STS、ファースト、セカンド、サードはこうこの STS タスクで各都市のこう、まあ、上位3つですねっていうのをここに挙げています。で、まあまあ、これは意味類似度タスクなんで、まあ、ブルーメテオがこう高くなることはまあ普通はないんですし、まあ、実際に低いんですけど、まあ、今回の仕様っていうのがこうブルーやメテオよりもこう、まあ、意味類似度タスクとして使った場合はまあ高いっていうようなこう結果になっています。で一方でその今回の SIM とか SIM っていうのをこう機械翻訳者あの機械翻訳の仕様評価仕様としてまあこう比較した使った時にそのどういう差があるのかっていうのを確認しています。で、まあ、こちらのデータセットで人手評価と、まあ、機械翻訳の出力がまあ入っているんで、まあ、それを使ってそのモデルの出力とまあ人手評価のなんかこう相関っていうのを計算しています。で、まあ、この表のまあ上2つが上1番目がこうまあ SIM で、まあ、その下がそのまあペナルティを加えた仕様で、下2つはまあ普通の機械翻訳の評価仕様になっています。で、まあ、こう見てみると、まあ、ブルーがまあ一番低くて、まあ、次にこう今回の意味類似度のまあ尺度が高くて、まあ一番高いのがメテオっていうようなまあこういう結果になっています。で、これさっきの結果とまあ比較して考えると、こう意味類似度でこう評価したときっていうのはまあ SIM が一番高くなっているのに対して、まあこっちはメテオが一番高いっていう、こうちょっとまあタスクが違うんで、まあある意味当然であるんですけど、まあこの差が生まれる理由っていうのとして、こうこの論文の中ではそのブルーとかメテオっていうのはその流暢性、その翻訳の評価尺度なんで、こう流暢性っていうのもこう補足する指標である
ため、その、まあ、意味理事情だとそういう類調性とかは、まあ、考慮することではないんで、こうそういうだからこういう結果に違いがあるんじゃないかっていうふうに、書いていました。で、まあ、今回機械翻訳モデルっていうのは、まあ、過去のモデルと同じものを使います。で、まあ、モデルはコンブセクトゥセックで、まあ、細かいパラメータっていうのは論文の方に書いてあります。で、まあ、今回その、目的関数ですねっていうのも、まあ、同じものを使うんですけど、ただそのさっきの、まあ、モデル最適化するときに使うコストっていうのをこうブルーと、シミールを使っています。ただ、まあ、ブルー、まあ、これコストなんで、まあ、逆にするために1から引いているだけなんですけど、まあ、ブルーとシミールを使います。で、まあ、ブルーはそのまま使うんじゃなくて、まあ、Nグラム、まあ、数えるときにその全部に1を加えて、まあ、こうスムージングを行っています。で、実際に行った実験がこちらです。で、まあ、全部 何かの言語から英語に翻訳するっていうような評価、実験を行っています。まあ、チェコ語、ドイツ語、ロシア語、トルコ語って、まあ、この4つですねやっていて、まあ、データセットはもうここにある通りなんですけど、まあ、トルコ語だけ特別で、まあ、それ以外はこうニュースコメンタリーと、そうですね、まあ、ここにあるようなやつやっています。で、まあ、テストセットはまあ全部共通、トルコ語も含めて全部共通で評価のデータセットを使っています。で、まあ、最初にこう自動評価において、まあ、実験をしていて、目的関数こう、まあ、4つ用意して、まあ、一番上はまあ普通の、まあ、マキシマル、まあ、要するに誘導最大化する、まあ、普通のモデルで、下がこう、まあ、これまで使われよく使われてきたこう、まあ、ブルーを最大化するようなモデル、あ、まあ、で、まあ、この3つ目っていうのがその、まあ、今回提案している試写フードを使って、まあ、すぐ再現するモデルで、まあ、ハーフっていうのが、まあ、その真ん中単純に足して2で割るだけの方法です。で、まあ、この2つ、シムと、まあ、ブルーで今回、自動評価において実験を行っています。で、まあ、結果がこちらで、まあ、これ、まあ、各言語対において、その評価を行っていて、まあ、評価はブルーと、まあ、今回提案しているシムで評価を行っています。で、まあ、この結果を見ると、まあまあ、一目瞭然なんですけど、今回提案しているシミールっていうのがこう一番どれにおいてもどの評価においてもこう一番高い性能になっています。で、まあ、こう特筆すべき点として、まあ、論文にあったのが、その今回 そのシミールっていうのがそのブルーを最適化するモデルでとブルーで評価した時よりも高くなっているっていうのがこうすごいなんかこう特別すべき点としてこう書いてありました。で、そうですね。で、次に1人評価において、まあ、実験をしています。で、この、まあ、その1人評価なんですけど、まあ、データ取ってくるときはそのコスト、そうですね、あのシミルを使う場合とブルーを使う場合でこう出力がこう変化した場合だけをこう集めてきて、まあ、評価、1人評価していて、まあ、その中から、まあ、かつその3トークンか25トークンの分をこう取ってきている、まあ、200分取ってきているというのをしています。で、まあ、評価は0から5段階のスコアで、まあ、付与していて、まあ、こう参照文の持っている情報というのがちゃんと出力文に現れているか、出力文がその情報を伝えているのかどうかというような方法で、っていうようなあの、基準で、スコアが付けられています。で、まあ、結果がこちらで、まあ、これ人で評価の平均なんですけど、まあ、この結果を見るにその、まあ、トルコ語以外はまあこう今回のやつが一番高くなっていて、まあ、トルコ語に関してはこうブルーが高いっていうような結果になっています。で、まあ、これはまあこうさっき まあこう人で自動評価のところにもあったんですけど、トルコ語、英語っていうのはその、まあ、ブルーに普通にやった時のブルーも低くなっているっていうようなところがあります。でそれとまあつないで考えると、まあ、今回の使ったシミルっていうのがもともとちゃんとこうある程度こう翻訳がちゃんとできるようなところじゃないと、その今回の手法っていうのはこう効果的なではないんじゃないかっていうような仮説っていうのが説明さ ありました。で、まあ、現にそのさっきの結果とまた比較すると、その今回そのうまくいっている、よりうまくいっている2つっていうのがもともとのブルーが高いものっていう、要するに何て言うんですかね、こう割と、まあ、今回は使わなくても割とうまくいってる、低すぎないものに関してよりこううまくいくっていうような、まあ、そういう特徴があるっていうような仮説になっています。で、次が、まあ、より細かい分析をしていて、
まあ、今回あのその、まあ、細かい分析だとそのドイツ語英語っていう、まあまあ、ブルーが一番高かった、まあ、場合その2つこの言語対においてバリデーションセットでこういう分析をしています。で、まあ、論文の中だと、まあ、ざっくり分けてこの4つを、まあ分析しているんですけど、ちょっと今回の紹介ではその1番目の部分点に関する分析とレキシカル F1 スコアの2つだけをちょっと今回は紹介します。で、まあ、これがその、まあ、部分点に関するものでそのまあ、この2つのグラフっていうのが横軸がブルーのこうコストで、下のグラフがまあ今回の提案したのシミルのまあコストの分布になっています。で、まあ、これは要するにそのよりまあ部分点をこう積極的に与えるようなモデルだとこうなんていうんですかね、いろんな値を持つなんていうんですかね、こう飛び飛びにならずにこういろんな値を持つようなまあ尺度ってことなんで、こうよりこうこの分布っていうのがこうなだらかになっていく。で、逆になんかこう一気にこうなんていうんですかね、こう分布点がないようなモデルだとこう急峻っていうかこういびつになってしまうっていうようなことも をまあ前提に置いた上でこのグラフを見ると、そのブルーっていうのが確かにそのこうグッてこう尖っているというかこういびつな形になっていて、こうでかつこうコストが全体的にこう高めにこう出ているっていうのがあるんで、その学習するときにそのさっきあったその山登りっていう読んでたんですけど、そういう、 こう間がなくて一気にこうガンって変わるみたいなのがこう学習においてこうちょっと不利というか、学習するときにこうその上げるためそのブルーとかそういうのを上げるためのこう情報が少ないのに対して、まあ今回の提案書だとこうこれに比べればこうよりこういびつじゃなくて、まあ正規分布とまではいかないですけど、こうなだらかなこうこういう分布になっているっていうような分析をしています。で、次がその、翻訳で、まあ、その改善したところが、まあ、具体的にどういうところが改善しているのかっていうのをこう分析するためにこう、まあ、ブルーとか使わずにこう単純に単語を単語がちゃんと訳せてるかっていうのをこう F1 スコアでこう計算しています。ちょっとこれ小さいんで次のページで大きくなるんですけど、まあ、今回はその単語の、出現頻度とあとその単語の品種ですね、でこう分けてこう分析をしています。で、まあ、まず最初にこう頻度の方を見ると、こうこの表のこう一番左っていうのがこう頻度のことは言っていて、でそのそれごとにその F1 スコアっていうのを出しています。で、これ、まあ、これ上昇した量なんで、こうこの数字が大きければ大きいほど今回のモデルのこう貢献が大きいっていうことを意味するんですけど、まあ、この結果を見るにこう頻度が大きいところに関してはそれほどこう大きな改善ってのはなくて、こう頻度が低いところにこうよりこう改善大きなこう貢献がこう見られるっていうようなのが結果からこう分かります。で、次はこう品種ごとにこう分けた結果がこちらで、この結果のこう黒いところっていうのがこうよりこう大きいところなってるんですけど、あ、これもあれですね、数字が大きいほどより今回のモデルでこう F1 スコアが上がったっていうことですね。で、まあ、見るにその名詞とか固有名詞とかあと数字っていうようなその文の意味にそのすごい影響が大きいような単語、あの品詞っていうのにおいてよりこう向上が大きいっていうような結果になっています。で、最後にコンクルージョンです。今回の提案した手法のそれを、違います、あの機械翻訳の、報酬としてそのブルーに代わる新しいシミールっていうのを提案しています。で、これがあのシミールっていうのが自動評価においてそのブルーよりこう優れているあの報酬としてなっていて、でかつ人手評価との相関も高いというような結果になっていました。で、まあ、最後の F1 のところですけど、こう意味的に重要な単語っていうのに対してより今回 あの報酬設定っていうのがこう貢献が大きいっていうような結果になっていました。と、以上で終わります。